P-63 キングコブラソフト P-63A-9B42 から69,654号機 P-63 キングコブラはアメリカ合衆国のベル社が開発し第二次世界大戦初期にアメリカ陸軍航空軍等で使用された単発タンザレシプロ戦闘機アメリカ陸軍航空軍をはじめ連合国側で運用された愛称の キングコブラは、コブラ科の蛇、キングコブラ。ベルエアクラフト社によって開発された PE-39 は、胴体中央に液冷式のレシプロエンジンを置き、プロペラ軸を通った大口径機関砲を機種に装備するという野心的な設計だった。しかし、高高度性能が貧弱だったため戦闘機としては苦戦を強いられた。 この後継機として同じレイアウトで高度による性能低下問題を解決した発展型が本機である。XP-63 は1941年6月27日に試作機の発注を受けた。初飛行は1942年12月7日。高々度性能を改善するために段下級機を備えたアリソン V-1710 エンジンを搭載し、 翼の形を変更した。また、機体全体を若干 P-39 よりもスケールアップさせており、全長は0.75メートル伸びている。基本的なスタイルは P-39 を踏襲しているが、パーツは全て新規設計となっている。なお、量産決定は初飛行前の1942年9月に下されている。 性能的にはかなり向上したものの P-47、P-51 と比較すると低速で上昇力も劣っていた。さらに P-39 の半分以下という著しく短い航続距離が決定だとなり、陸軍では P-63 の一部を国内の練習部隊に配備した以外は約2400機をソ連へのレンドリース機として輸出した。 ソ連では迎撃戦闘機として利用された。また、戦後フランスにも供与され、インドシナ紛争時には対地攻撃で使用された。創生産機数は3305機。派生型のうち最も有名なのは、有人標的機 RP-63、ピンボールである。これは、爆撃機の重種の実写演習用に開発されたもので、武装、オリジナル装甲を撤去した代わりに、 外反前面をジュラルミン厚板で貼り直し、前面をレンジに塗装して、風防には防弾ガラスをはめ込んでいた。訓練生は、対空射撃訓練用機材として開発されたなまり、ベイクライト複合材製 BB 弾を使用する空気銃、マクグラシャンエアマシンガンを搭載した、訓練機フェアチャイルド AT-21 ガンナーから、本機を撃った。 命中した弾頭が砕け散って機体に衝撃が伝わると、スピナ先端の赤ランプが点滅するという仕組みがあり、即座に結果が判明した。訓練機は陸軍航空隊の他アメリカ海軍の訓練にも使用され300機以上生産された。参考現存軍に大きい一覧。ありがとうございます。